アカデミックドレス。アカデミックドレス。アカデミックドレスは、学術的な環境の中で着用されてきた伝統的な服装である。近年は、卒業式でのみ、アカデミックドレスが着用されている光景が見られるが、昔は、学校の制服として取り扱われていた。そして、多くの歴史の古い大学では、現在でも毎日着用されている。 この記事では主に英語圏のアカデミックドレスについて取り扱う。イギリスのほとんどのアカデミックドレスはヨーロッパの中世の大学の全体にわたって共通の学者及び事務員の服の開発を行ったオックスフォード大学及びケンブリッジ大学、それら自身を含めてのそれに由来する。しかしながらアメリカのアカデミックドレスもヨーロッパの影響を受けた。アカデミックドレスも 公式の衣装として学会及びその機関の人々によって着用されている。近年のアカデミックドレスは一般的に通常はガウンとは別個のフードとガウン及びキャップ、格帽かボンネットのどちらかから成り立っている。アカデミックドレスを身に着けている時は下には男性は背びまたは軍服、女性はレディーススーツというように大抵は冷蔵であることが多い。 現代のガウンは、カッパクラウサ、キャプクローザ竹が長く黒いマントに似ている衣服の元で着用していたローバ、ロバに由来する。早期中世では、すべての大学生は、下級生職にいて、カッパあるいは黒か他の暗い色の衣服といった他の生殖者の服を着なければならなかった。もっとも、一般的に着用されている学士と修士のガウンは、英語圏では、 本質的に同一である。後方のヨークにギャザーが入れられ、両方とも伝統的に黒い布で作られている。学士のガウンは金型の袖があり、その一方で修士のガウンには腕を肘の上のスリットを通して着用する長袖がある、アメリカのガウンが正面で閉じることが一般的になる一方で、イギリスではガウンの起源である老婆同様、正面を開けて着用する。 多くの歴史の古い大学では、他にも、このようなもガウンを着用している。例えば、オックスフォード大学の自費性のガウンは、膝丈で、袖がなく、後方に二つの吹き流しがある。セントアンドルーズ大学のような歴史の古い、スコットランドの大学の場合、在学生のガウンがシンク色で、典型的なベッチンカラーを特徴としている。いくつかの大学では、 卒業生や在学生が身につけることができる板の中央上部に位置するボタンから吊るされた房を垂らした平面の正方形防止、モルタルボードとして一般的に有名な正方形格棒は学級生活の象徴となった。人によっては後ろに角が来るように着用するが正式には板と地面が平行になるように着用する。モルタルボードはトレンチャーギャップまたは 単に、トレンチャーと呼ばれる場合がある。一方、多くの大学で博士号を授与した者は、モルタルボードではなく、チューダー王家のボンネットか、タム、タムとして知られている柔軟で丸いヘッドピースを着用している。カトリックの聖職者の場合、伝統的な黒いビレッタ棒は、モルタルボードの代わりに着用する。博士号を授与された聖職者は、通常の三つの代わりに四つのオネがあり、 学問分野の色、例えば、教会法は、エメラルドグリーン、進学は、シンク色などのポム、パームがついた黒いビレッタ帽を着用ている。頭飾りの他の形式でのように、格棒は、イギリスでは人、総長あるいは他の大学の幹部以外によって一般に、屋内で被らないが、通常は被らずに手で持っているだけである。ところによっては、卒業式で、 アカデミックドレスの帽子が女性に飲み渡され、男性の着用は廃止されている大学もある。これは共通的に大学に女性の入学を許可することに抗議して、男子学生が角が捨てたというイギリス及びアイルランドで多くの大学でのエピソードがあった。この物語は特にケンブリッジ大学、ダラム大学、ブリーストル大学、 セントアンドルーズ大学及びトリニティカレッジで伝えられる。しかしながら、アメリカの卒業式では、男性も女性も、式の始めから、終わりまで屋内で格棒をかぶっている。タッセル、ふさ飾りは、剣士のふさの集まりを、ボタンで格棒の中心に固定する。ゆるいふさは、ボード端の上に垂れ下がる。また、コードの端が解かれたままで糸を通して編まれる。 フードは何かから頭を守るために着用され、もともとは機能的な衣服だった。イギリスの伝統で、晴れやかで装飾的な衣類に発展し、特別な時だけに着用された。さらにそれは、サーンアップレスの上に、保持された進学の称号の種類に依存するイギリスの国教会の聖職者によって、生活体のドレスとして着用されてきた。フードには、 完全型と簡易型の二つの基本的なパターンがある。完全型フードは、ケープ、ズキン、リリパイプからなり、ケンブリッジ大学で使用されている。オックスフォード大学の学士とマスターのフードには、ケープがなく、頭ンとリリパイプだけがある、単純なフードを使用する。いくつかの大学では、頭ン、またはリリパイプがない、アバディーンと呼ばれるフードを使用する。 その後設立されたその他の大学では古くからの大学のパターンを取り入れたり新しいパターンを取り入れたりするなどしてフードの異なった形とパターンが存在するアカデミックドレスのフードの色及び裏地の色は着用者の学位と出身学部を表す多くの国立大学では白いウサギ毛皮が裏地についた学士は先が尖ったフードを身につけその一方で修士は 色のついた絹、もともとは、エゾイたち、または、他の高価な毛皮が裏地についたフードを身につける。博士のフードは、通常真ン色の布で作られており、色のついた絹が裏地についている。中世以降、博士は、被災や、数機卿のように、真紅色、紫、または赤といった、明るい色のガウンを着用することを認められた。多くの長い歴史を持つ大学で、 博士は、真紅色のガウンを持っている。または、特別な場合、例、卒業式や、西歴の特別な祭典は、通常着用している黒いローブを脱がせ、このようなローブ、時々、祭りのローブと呼ばれたを着用する。アカデミックドレスの三番目の形式は、オックスフォード大学以外では見られなくなったが、定期評議会で着用される。これは、 黒いガウンの上に袖ぐりに袖を通して着用する真紅色の袖がないガンである。そのデザインは主教のシミアーに似ており、学位取得候補生によって定期評議会で着用される。アメリカの学校のアカデミックドレスは正面で閉じるのが典型的である。フードと同じようにスカーフ、ストール、またはコードのようなアイテムをアクセサリーとして着用する場合がある。 イギリスのアカデミックドレスに由来するように、アメリカのアカデミックドレスは、大陸のヨーロッパのアカデミックドレスの伝統の影響を受けた。すべての大学がそれに従っているわけではないが、大学間でのアカデミックドレスの詳細な一定のスキームを定めている規定がある。アメリカの学士と修士のガウンは、イギリスのそれらに似ている。しかし、前は閉じている。博士は、 いくつかの大学では、スクールカラーのローブを着用するものの、典型的に黒い場合が多い。一般的に、博士のガウンは、修士の卒業生が着用した、それとは違い、ガウンの袖に3本のビロードの山形の袖章が、縫い取られており、正面には、ビロードの線が流れ落ちるように縫い取られている。また、それらは着用者が取得した学位の学軍の規定色で、ある。 そのローブには、学士のガウンの金型の袖の代わりに、ビロードの帯が目立つ袖がついている。ガウンの中には、ネクタイやスカーフを出すために、正面で開くマントのような形状のものもある。アメリカでは、アカデミックドレスは、卒業式や創立記念祭のような学術的な儀式に用いられ、それ以外で着用することは滅多にない。ほとんどのアメリカの大学で、 フードのビロードの外部の色は着用者が獲得した学軍の色が挙げられる。また、裏地のシルクの色は着用者が卒業する予定の学校のスクールカラーを示す。コードやサッシュなどのアクセサリーも様々な学業成績を表して着用されている。モルタルボード、またはタムから吊るされているタッセルは大学のスクールカラー、または学生が卒業している。 特定の大学の学軍の色を示す場合がある。大学によっては、屋外の風の影響も考えられるゆえ、非実用的な、現代の革新的な出来事ではあるが、タッセルを一方から他方に動かす習慣がある。しかしながら、棒を移動させることによって、卒業を表す、この習慣は、オックスフォード大学やスコットランドの大学で、行われるフードを使った式よりも手間が少なく、 ガウンの根本的な変革をもたらした。そのような大学で学士が卒業式の最初ではタッセルを右側に垂らすのは一般的である。タッセルを左側へ切り替えることは個々にもしくはグループとして行われることもある。しかし、修士と博士はタッセルを動かすことはなく左側のままにする。フィリピンの多くの大学では卒業時に 伝統的なガウンと四方帽を着用する。一部の学校ではガウンの色はスクールカラー。大学と大学では青、大学では緑、大学では赤になる。スペインの伝統を受け継ぐ一部の大学、大学などではスペイン様式であり、との学術服を着用する。それらの学術色もまたスペイン様式の学術色であり、学部、学会や学生、教員によって違ってくる。 フィリピン大学の卒業ドレスはユニークであり、サブライを着用する。サブライはムスリム・ィンダナウのマロングからインスパイアされたもので、その外見はフィリピーニアナのようになる。それには土着のバイバイン文字にて U と P の文字が記される。卒業式の際には卒業生はサブライを右肩にかけ、学長より学位授与されるとそれを左肩に移動することになる。 死方棒の習慣と似ている。サブライは伝統的なフィリピン衣装の上に着用し、男性は女性はフィリピンのドレスである。ポーランドでは重要な学術セレモニー時にアカデミックドレスを着用する。日本ではアカデミックドレスは主にキリスト教系の大学で導入されている。アカデミックドレスの導入は 早稲田大学が1913年10月の創立30周年を記念して、指揮坊服として制定され、その記念式典において式、指揮坊、服を身につけた創立者、大隈重信総長、大学幹部を先頭に更新が行われた。なお、指揮坊、服のデザインは、民族学者、今和次郎が言った。それ以来、同大学の入学式、卒業式、 記念式典などにおいては、総長、理事、来賓、大学院の博士、ひじよ社等が着用することになっている。国立大学では、1992年6月19日から、大阪大学がアカデミックドレスを導入して以後、東京大学が2004、平成16年3月の卒業式より、アカデミックドレスを導入した。同様に、東京工業大学、 千葉大学などの国立大学や昭和女子大学、生学院大学、立命館アジア太平洋大学といった私立大学などでも導入されている。ガウンの下に着用する衣服は男女共にスーツが多いが女子学生が女バカマの上に着用するケースもある。しかし日本の多くの大学では男子学生はスーツ、体育会サークルでは制服を制定している部がある。 応援団所属学生は学生服、女子学生は女袴、ま、または着物、あるいはレディーススーツを着用するのが主流となっており、教職員もスーツ姿、場合によってはモーニングの場合がほとんどである。中には京都大学のように卒業式で様々なコスチュームを着用する学生が目立つ大学もある。ガウンを着用するのは教職員でも 学長だけの場合や男女列席者のみだったり、学生でも、総大の学生のみだったり、希望者のみ、ガウン着用といったように、導入されている大学でも全ての教職員、学生が着用しない場合がある。ガウンのデザインは、米国同様、前を、ジッパーやボタンなどで締めるものが主流だが、大阪大学、東京大学、東京工業大学のように、 英国式で前を一切閉めないものもある。東京大学などはガウンを、博士、修士、学士用、法科大学院と分けているが、学位に関わらず、オリジナルのガウンを設定している大学も存在する。一部の大学生協では、アカデミックドレスのレンタルや販売を行っている。稀に卒業式以外にも、入学式や学位記事予式などの式典で、 アカデミックドレスを着用する機会がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。